キャロルの使えるオタク英語講座。オタク用語を英語で言うときはどうすればいいのか、合っているかどうかは別として、私なりに英訳したいと思います。今回ピックアップしたオタク用語はこちら。ラジオネームスワマさんからです。シンプルに推しって英語で何て言うのでしょうか。またその派生で単推し、再推し、箱推しなんかも教えていただけると嬉しいです。おー、推しはバイアスって言います。バイアスってどういう意味かわかりますか？ウイルスですか？違います。バイラス？違う。V じゃなくて B です。B？ はい、バイアスっていう、なんかよくある、私これ好きだからちょっとバイアスある意見になっちゃうかもしれないけど、みたいな、ちょっとなんかなんて言うんですか、ひいき目で、バイアスってちょっとバイアスがあるっていうちょっとひいきっていう意味なんですけど、そういった意味から、やっぱ自分の推しをちょっとひいき目で見ちゃうっていうことで、バイアスってことで推しってなってます。バイアス。なるほど。バイラスではないです。ねえ。バイブス上げ上げみたいな感じですか？そんなじゃないです。あ、そんなじゃない。そんなじゃないです。あ、でも、なんだろうな。単推しは、なのでトップバイアスとか、マイトップバイアス。トップバイアス。で、いや、単推しがバイアスで、再推しがトップバイアスで、箱推しは、例えばそこの、じゃあ、今メインキャスト6人いますってなったら、6人全員好きということで、OT6 って言いますね。OT6? はい。OT6 ですみたいな。オリジナルメンバーということで、OT6 が好きですみたいな感じで、全員好きっていう意味を込めてやってますね。はい。アイドルグループとかも5人グループだったら OT5 とか、メンバーによって変わります。はい。ということで、これから使っていってください。はい。バイアス。はい。それでは実際に英語で言ってみましょう。Repeat after me. Bias. Bias. バイアスに聞こえるな。ということで、以上、キャロルのオタク英語講座でした。Thank you.